さあ、白鵬会の皆さん、うわ、すげえ電車や、すんげえ、何この場所、なんか興奮すんな、この入っちゃいけないような場所に入っちゃうの。うん、これってやっぱ男ならあるあるなんじゃないですか。なんか入っちゃいけないよ絶対っていう場所にちょっと入っちゃう、あの昔あの少年の心にね、あの金魚 のおじいさんのね、あのみかん畑のねみかんを取るみたいなね、あの僕はそんなことしませんけどね、そういうアニメがありましたっていうお話ですよ。僕はやってませんからね。なんだてめえは。マイロスカイファイナンスの秋山ってもんですがね。スカイファイナンス、マチキンがなんか言おうか。あんたみたいな下っ端に用はないんだよ。どうせ何も聞かされてないんしょ。緑川って人出してよ。あー、頭になんか用か。契約書もなしでうちのもの勝手に借りていかれちゃって困ってるんだよね。あん、何言ってやがる。だからさ、面倒だけどこうして俺が取り立てに来たってわけさ。キドちゃんの身柄とうちの顧客名簿今すぐ返してもらおうか。ふっ、ふざけたこと言いやがって、ぶっ殺してやる。借りたもん返してくれたらそれでいいんだけどね。しょうがない、珍しく激しい取り立て行っちゃいますか。いや、かっこいいな、戦いの始め方超かっこいいんだけど。なんかあの怪我したくないやつ以外かかってこいやっていう桐生さんもいましたけど、このなんか珍しく激しい取り立ていっちゃいますかっていう、なんか秋山のこの名ゼリフもかっこいいですね。これセリフありの感じで聞きたいですね。このセリフ俺のセリフになっちゃいますからね。俺のアフレコですから。俺まあ俺かっこいいから俺もかっこいいみたいなもんかね、みんな思うよね。銃なんて取り出してそれはレプリカですか、おもちゃですか。撃たないと当たり前よ、ずっと持ってても、撃てないのに持ってても意味ありませんからね。そういうのは隠して持っときましょう。パンツのとこに隠した方がいいんじゃないですか。股間がもっこりされてるようで、なんか話のネタにはなりますよ。おっと、このまま行くのか。なるほどね、いいじゃんいいじゃん。でもめんどくさいからね、いちいち始まるのね。あー、嬉しい嬉しい。はい、どんどん行きますよ。秋山さん、緑川って人、いや、もうあいつは緑川ではない、緑川だー。危ねー、危ない危ない、ごめんなさい、そんな緑川で怒られると思わなかった。ここはわしらの場所じゃ、ヤクザとっとと出てけ。おいおい、俺はヤクザじゃないよ。ここの緑川ってやつに用がある金頭。おお、そうちゃったのか。すまん、実は数年前からわしらホームでさ、ここに居着いていたんじゃが、破壮館の連中にこの場所を奪われてしまってな。騒ぎになっとるようじゃから、一人仲間を連れてこの隙に奪い返しに来たんじゃよ。仲間はおじけづいてどっかに行っちまったか。どうやら騒ぎのもとはあんたみたいじゃな。俺は穏便に済まそうと思ったんだけどね。まあとりあえずじいさん危ないから、とりあえず勝てな。ここは俺が片付けるからさ。いやじゃ、わしも一緒に戦うぞ。いやいや、危ないって。お主のような悪像に舐められるほど、スカは小五郎はもう苦労しておらんぞ。わしも奴らに鉄を下すのじゃ。スカワさん、ありがとうございます。奴らがここに来るまでの間、ここはわしの楽園じゃった。なのに奴らが、奴らが、この悔しさがお主にわからんのか。わかった、わかったよ。じゃあ俺と一緒に来たよ。おお、そうか。そうか、任しておけ。大船に乗った綺麗で売るが良い。絶対泥船だけどね、これね。はあ、まあいいか。いや、マジでマジでこのまま行くん。さてさて、すんません、破壮さんどこですかね。わしらの場所を返せ。あん、上のじじいといい、お前らといい、しつこいやつらのな、ぶっ殺してやるよ。じいさん行け、じいさん行け、じいさん10万ボルト、いいぞじいさん。じいさん俺はここで見てるから、じいさんやってくれよ。おい、お前出てくんなよ。じいさん頑張って戦ってんだよ。よいしょー、ファイヤー。あ、じいさん行けよ、どんどん。ほらほらほら、じいさん、ここだ、ここだ、ここだ、やれ、ほら、ここだ、ここだ。いや、ポーズ取ってるだけで、ここだ、前に行ってくれよ。仲間になったんでしょ、助け立ちしてくれるんでしょ。当たってない、その膝蹴り。ライジンでも見たんか。ライジンの見ても頑張ったんだけど、もう全然慣れてない。うわ、なんかいかつい兄ちゃんたち来たね。こっちにはいかついじいちゃんがいるんだよ。いかついとし戦わせてみようぜ。いけ、じいちゃん。じいちゃん、ナイス、強いぞ。お前はあっちだ。じいさん、ナイスだ。行くぞ行くぞ、いいぞいいぞいいぞ、ナイスだ。いや、俺らのコンビめっちゃいいかも。ぜひスカイファイナンスで働かないかい、ホームレスのじいさん。あんた腕立つよ。こういうボスの時掴んでくれたらめっちゃいいわ。残念だったようだな。うわ、逃げた逃げた逃げたぞ。心のじいさん逃げたよ、あいつダッセーな。あれ、あの人鍵かけて逃げちゃったよ。参ったな。ええー、ね、そうだ、
角田って仲間が一緒に来てるはずなんじゃ。あいつなら元鍵師だからこれくらいの鍵なら開けられるはずじゃ。ただ来たがいいが臆病風に書かれてどっか逃げてしもうた。この辺のどっかにいるんだよね。じゃあちょっと探すか。なんかね、いたような場所あったよ。なんかホームレスっぽい場所あったからな。どこだっけな。この辺にいる。いたー。んなところに隠れおったか。おい角さん、うわびっくりした。ここに来てなんで一緒に戦うのじゃ。だってやっぱり怖いんだもん。とにかくあんたの出番なんじゃ、一緒に来てくれ。鍵を開けてほしい扉があるんだ。わかったよ。ただわしは喧嘩中は何もしないからな。終わったら扉の前で呼んでくれ。あの角田って人ももう安心して出てこれるだろう。あんたわしのスペシャルコンビであっという間に蹴散らしたからの。いやなんか調子乗ってるなおめえって言おうとしたけど、マジスペシャルコンビだわ俺ら。めっちゃいいわ。よし角さんを呼んでくるとしよう。いけるのここなんだけど、角さん頼むわ。ふむ、どれどれ。はいはい、これあれじゃない、この程度のすぐだ、任せておけ。すごいな、なんでホームレスやってるん。絶対なんかいけると思うけどな。なんか鍵貸しみたいな開いたぞ。おおすごいな、サンキュー。すげえな角さん。ねえもう絶対あのホームレスになんかなっちゃいけない人だと思うけどね。もっと頑張れば上に目指せると思うけどね。むしろよっしゃよっしゃー。角さん、これ絶対角さんだよね。また鍵かけられちゃったか。角さんに頼むしかないな。いける角さん、ここなんだけど角さん頼むわ。ふむ、どれどれ。天才かよあんた、開いたぞ。何度もすまないね。あ、もう面白いぐらいすごいんだけど、あの人面白いぐらいすごいんだけど。よいしょよいしょよいしょ。角さん、すごい角さんめっちゃ活躍してる。ふむ、どれどれ。すげえよ。サンキュー。すげえよ角さん、マジで。何これ、どっかで潜り込んできたジジイ。おい、わしの努力の結晶のマシンを何をする。貴様ら許さんぞ。何それ、なんか気になるマシンときあるの。なんか博士いるんだけど。ぶっ壊れたんだからもう用なしだろ。ここは俺の縄張りなんだから、とっとと出ていけ。うわ、南田さんもここにいたのか。スケカワさん、あんたいいところに来た。彼はここに住んでる間世話になっていたんだ。協力してくれくらんと。まったくしょうがないね。まあついでだしいいか。その勝ったらそのタイムマシン乗らせてね。もしかすると過去行けるかもしれん。中学校の頃に戻りたいです。おい、そこのじいさんの代わりに俺たちが相手だ。ちゃっちゃと片付けて初尾さんに挨拶しなきゃね。クソが、全員まとめてぶっ殺してやる。終わりー。おお、直せばまた使えそうじゃ。君には世話になってありがとう。そりゃよかった。しかしすげえ機械だねこれ。よくぞ聞いてくれ。これはわしの開発だ。 IF7R といってな。なんと、ああ話は後で聞かせてもらうよ。それよりあんた、くそ、初尾さんこの奥だな。へっ、そうだが、だったらどうする。お前殺されるぞ。スケさん、悪いけどここから先は俺だけで行かせてもらうよ。まああんたには世話になったしの。分かってわい、ただ気をつけるんじゃぞ。ああ分かってる。カクさん扉開けてくれよ。あいよ。いやそれよりもさ、この発明めっちゃ気になるんだよな。なんか未来感強いんだけど。だってあの龍角とかエイトにもこんな機械なかったよ。いやいたわ、いたわ。お掃除丸っていう素晴らしいのあったわ。あ、いた、キドちゃん。お、あ、秋山さん。こんなところまで来るとは、律儀な社長さんだね。あんたが緑川さん。あ、こいつが緑川の。全然金髪じゃないか。いや緑髪かと思ったけど全然金髪やん。そっちは発音会の会長さんかな。いや、ハゲやないかい。キドちゃんとうちの顧客名簿、何の用があるだか知らねえけど、返してもらえませんかね。だ、そうですよ、親父。どうします。ふふふ、秋山って言ったが、あんたはなんか勘違いしてるようだな。いや、勘違いしてるんで、多分そちらでございますね。あなたは発音会っていうボスなんですよね。全然そんなオーラないんですけど、ただのハゲたクロちゃんにしか見えないんですけど、僕にはね。はい、あなたみたいなハゲはね、もっといかつくないとね、締まらないんですよね、ボスって。だから発音、なんか初めましての芝生みたいな感じで発音なんですかね、あなた。勘違いだってどういうことですか。これは借りたんじゃない、もらったんだ。だからあんたに返す言われない。お分かりいただけたかな。あー、そうでしたか。もらったもんならやむを得ませんね。そ
もらったものならやむをえんだろう。物上がりが良くて助かるよ。いいのか秋山。ええ、それでは改めて私があんたたちからもらうことにしましょう。ああ、なるほどね。なるほどね、アキー。あんたらのヘリクスに合わせて説明してやってんだ。それなら文句ねえだろう。なかなか面白い男だな。それができるとでも。さあ、試してみる価値はあるんじゃないか。答えは分かりきってると思うがね。まあいい。手ぶっ壊してあの姉ちゃんのところに送り返してやるよ。あーそうですか、緑川たくまさん、たくみさん、これわかんないですけど。うわお前しょっぱなから撃ったんだよ、なんて卑怯なやつだ。お前なんかあの俺がちゃんとお前の自己紹介してからさやってたのにさ、お前それはないわ。あとなんか しっかり強い、あしっかり強いやつだ。いやこの緑川弱すぎたわこいつ。やっぱ調子乗ってるおっさんだったわ。はいバイ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 、はい逃げちゃった。いや何それ、え何それ。いや緑川より下なんだよね、なんでそんなこと言えるんですか。はい残念ですけど僕はもう銃を持っております。いいんですか、近づかないでください。手あげろ手あげろ手あげないと撃つぞ。あやばい、銃どこ行った。あ銃撃つぞ。あ撃った。動くな動くなっつってんだよ。動くなほら俺え何の音。待たせたな。いや待ってもないし、それで強くなったと思ってるんですか。すごいですねあなた、そのチェンソーで負けたら本当に弱い弱虫ですからね。正気あちょーあちゃーっていう感じでね、秋山さんもねこう言ってましたよ。はいはいはい、もうこうですからね、テーブル持って。俺チェンソーよりも強い武器知ってんですから。うん、あなたねそのチェンソーで勝てるとお思いですか。実はね一番強い武器ってこう、痛い。いやもう体真二つよ、そんなんで切られたら。体真二つなんだけどね、でも生きてるところに感謝をしましょう。終わりー。いやチェンソー持っててきてもあんたはチェンソーマンにはなれませんでした。弱すぎましたね。さてと会長さん。おい会長、弱々しいんだよお前。待て、わかった、顧客名は返す。本当にボスなお前。あれ、それはもらったものじゃなかったでしたっけ。本当だよ、返さなくても結構ですよ。そうだよ、あんたをぶちのめしてから勝手にもらっていきますから。すまん、この通りだ、勘弁してくれ。いや花ちゃんに怪我させたんだからそういかないよ。しょうがないね、優しい。それじゃあどうしてこんなことをしたのか全部話してもらいましょうか。まあ、とりあえずそうね。今回の件は柴田に頼まれたんだ。リリという女を探してほしいとな。え、リリちゃん、え、なんだってリリちゃんを。柴田はなんでその女を探してるんだ。さあな、詳しいことは聞いてない。だが柴田は何が何でも探してやるってかなりの剣幕だった。そこに繋がんの。顧客名簿を取ったのもそのためか。ああ、リリがスカイファイナンスに行ったという情報はすでに掴んでいる。だとすれば顧客名簿が手に入れば連絡先はわかるからな。それにしてもなんで柴田はそこまでしてそのリリって女を。怪しいな。え、リリちゃん なんで追われてんの。秋山さん、いろいろすいませんでした。ん、ああいいって、俺そういうの苦手だから。まあ花ちゃん叶わない相手だったからな、仕方ないよ。でも顧客名簿戻ってきたし、花ちゃんも軽い怪我で済んだみたいだ。だからもういいって。はい、それじゃあ俺はここで。本当ありがとうございました。強くなれよキドちゃん、花ちゃんを守れるぐらい強い男になってこい。頼むぜ。ふう、今日も忙しい日だったな。スカイファイナンスに戻って一息入れよう。そうだな、なんかいろいろありましたね。確かに。テンテレ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 ンテンテレン。何何、女性刑事がおったらしい。屋上に誘拐犯がいるそうだ。なんでこれピンクの字幕なんだ。何話してるんすか先輩たち。聞いたか、すぐそこのビルの屋上で誘拐犯が子供を盾に立てこもってるらしいぞ。さっき女性の刑事が一人で向かったが大丈夫だろうか。刑事とはいえ女性一人じゃ危ないっしょ。珍しく事件らしい事件だし、典型が入れるかもしれない。おお、典型来た。え、なに向こうのビル、絶対ここでしょ、屋上。そんで屋上のどっかに立てこもってる人たちがいるらしい。
さあどこだ、見つけろ秋山。お、いた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 、いたよみんな。さあ典型典型チャンス、見る。あれは、来た来た。さあどんなものか見せてもらおう。はいはいはい、もう諦めなさい。うるせえ、犯人か。こいつがどうなってもいいのか。あー、かわいそう。答えなさい、かわいそう。仕掛けた爆弾の線、赤を切るの、青を切るの、どっち。早く銃を下ろせ。やばいやばいやばい、こいつがどうなってもいいのか。どうするどうするどうする。震えてる、撃ったことないんだきっと。頑張れ女性警察官、大丈夫だ、行け。パッドパッパッパッ。やめろよ犯人、やめろよ、油断すんだよ犯人、パンツ見えたかって、油断すんだよ。赤じゃねえったよ、赤パンってこと、ナイフ落とすの。お、え、待って待って待って、変態しかおらんのかこの町、かっこいいなお前ら、なんか子供かっこいいなお前。え、何これ、うん、これだ、多分これっぽいぞ。ひらめいた、ひらめいたぜ、来たぜ、いけ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 、ポチ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 からのポチっとな。おい、いいね、金的ね。ヨーマック、誘拐犯とそれを追う女デカの緊迫感あふれるワンシーンを目撃したよ。結末は犯人が女デカのスカートの中身を覗こうとしたところに子供が鹿から股間にガツンだ。見てるこっちが痛くなっちまった。いや少年が強い、なんか女警察官もなかなかだけど少年が強い。うわうわ、現行犯見ちゃった。赤パンなんですねお姉さん。見えた、少年、少年が見えたっつったろ。少年、お前おじさん宿ってるだろ、実は全く怖くなかっただろ。この子を呼んで、お前おじさん出してくんな。我がマイハウス帰ってきたで。花ちゃんもう病院行ったかな。今日はリリちゃんのキャバ勤務最終日だな。3日合計で300万を稼ぐ、最後の指導に行くか。いや、なんでスカイファイナンス戻ってきたんだよ。あ、一回寝たのかこれ、次の日ってやつか。ややこしいな、なんか入った瞬間あっという間になったからさ。リリちゃん会いに来たよ、今日も今日とって。いや店長、リリちゃんの最後の指導に来たよ。お疲れ様です。ではバックルームへお願いします。接客の合間でトレーニングを行うことができます。容姿、知性、話術の能力とモチベーション、ストレスを上下できます。どれも接客には大切なスキルです。お客さんによってはコーディネートの結果以上に接客術を気になる方もいらっしゃるので、どんどんトレーニングしてください。ただあまりトレーニングしすぎるとどんどん疲れが溜まってるので注意してください。あのすいません、トレーニングというよりまだ実践も行ってことができないんですけど、なんか僕の服装がよくわかんないのか、リリちゃんが何も示されないんですけど。あと同じトレーニングを続けて女の子に飽きてしまって結果が出にくいです、注意してください。コーディネートとトレーニングを繰り返して素敵なキャバ嬢を作り上げてください。ナンバーを目指しましょう。ナンバーゼロなんだけど、もはや。よっしゃリリちゃん、行ってこい店に。さあもうやめてくれよ、もういいからな同じ目は。本当にもう、本当にいないで、リリちゃん、お願い。片腕見えた、嘘だ、そんな嘘だ。こんなに人いて、なんで。会話が楽しいことすごくいいね。うわ、難しいか。え、リリちゃんいない。リリちゃんいない。リリちゃん、やったー、リリちゃん、締めもらったんだね、リリちゃん。リリちゃん、そこそこのシミを取ってるようだな。よかった、俺のおかげや、これ俺のおかげやで。素晴らしい、会話術をちょっとトレーニングしたらあっという間よ。こういうのこんなもんよ、秋山と俺にかかればこんなもんよな、アッキー。どうよ、お疲れ様でした。結果後で連絡します。また次もよろしくお願いしますね。さて、俺が教えられることはここまでだ。あとはリリちゃん努力しないってところだ。はい、まだ閉店まで時間がある。それまで頑張って。
わかりました。売り上げの集計が終わったら店長から連絡してもらうことになってる。それじゃいい報告を待ってるよ。はい。さて、やるだけのことやってあげたかな。あとは結果をスカイファイナンスで待つか。OK。 いやこれさ、もしかしてさ、初手の時とかさ、全然指名もらえてなかったのってさ、ストーリーに関係してくんのかな。そしたら完全に俺のせいだと思うんですが、まあそれはさておき、まあスカイファイナンスで待ちましょう。お、来た。お疲れ様です、オーナー。おー、お疲れさん。で、どうだった、リリちゃんの結果の方は。はい、たった今集計が終わりました。ですね、3日間で368万ですね。おわーい、俺のおかげよ。ういういうい。へえ、驚いた。そりゃ大したもんだ。3日間という話でしたが、今後もリリさんがよければぜひお店に出てもらいたいですね。ここまで接客ができる方なかなかいませんよ。店の方もだいぶ稼がせてもらいました。へへ、そりゃよかった。ところでリリちゃん、そこにいるのかい。ちょっと変わってもらいたいんだけど。わかりました、ちょっとお待ちください。はい、お電話わかりました、リリです。よう聞いたよ、よく頑張ったね。はい、これも秋山さんのおかげです。そんなことないさ、リリちゃんの才能と努力の賜物だよ。でも秋山さんの指導がなかったらきっと達成できなかったと思います。まあ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 、そりゃあね、そりゃあそういうこともありそうだけど、まあまあリリちゃん次第だと思うよ。こういうことは本当に感謝してます。そうか、ところで今から会えるかな。早速約束のお金渡しておきたいんだけど。はい、大丈夫です。わかった、じゃあミレニアムタワーの屋上でいいかい。そこで待ち合わせよう。わかりました、お待ちしております。屋上。うん、じゃあね。ここでじゃねえんだ、屋上なんだ。金庫に屋上にあんのかな、もしかして。ここにはないっぽいけどね。みんな見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録はこちらから。ネクスト、次回のお話はこちらから見れるよ。またねー。